サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介や体験学習、展示などの情報もお伝えしています。サンダ市の歴史のこぼれ話や郷土学習への取り組み、またサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。サンダ歴史通信、毎月第1木曜日のこの時間にお送りしております。今日は文化財担当の田中さんにお越しいただきまして、ふるさと学習館についてご紹介いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。前回11月の放送では久喜流派についてお話をしました。そうでしたね。本日はサンダふるさと学習館という施設についてお話をしたいと思います。はい、以前は久喜流派という人物のご紹介、今回は施設ということですね。ではよろしくお願いいたします。はい、サンダふるさと学習館は旧久喜家住宅資料館に隣接しており、はい、ここは明治から昭和初期まで有馬会図書館があった場所に立っています。はい、有馬会図書館、はい、有馬という字と、それから会うという字と図書館、ね、明治から昭和初期まであったんですね。はい、いわゆる図書館ですね。図書館ですね。はい、で周辺は屋敷町の名の通り武家屋敷跡があり、その面影がたくさん残っております。そうなんですね。サンダふるさと学習館、ここはどのようなことをされている施設になるんですか？はい、この学習館は旧久喜家住宅資料館や市内の史跡などに訪れたお客様へ情報を発信し提供する場所となっております。はい、また子どもたちに歴史学習、体験学習などのワークショップやイベントを開催し、はい、身近に歴史を感じ学んでもらえる施設にもなっております。なるほどね。例えばどのようなワークショップや催し物があったんでしょうか？ご紹介ください。はい、イベント名がサンダふるさと探検隊と言います。これは楽しそうですね。はい、昨年は縄文や弥生時代のイベントでした。はい、縄文時代の編み物作りや、古代米を使ったおにぎり作り、縄文クッキー作りなど、弥生時代の風景作りや埴輪作りと、普段ではなかなかできない体験学習をされていました。はい、今も伺いますと、これはその都度ご案内をいただいたと思いますが、皆さん興味を持って参加されたんでしょうね。そうですね。こちらのはサンダっ子クラブという候補に載っておりますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、本物の土器や石包丁なんかも展示されています。これは珍しいです ね。 そうですね。やっぱり教科書で見るだけではなくて、本物を見るというのは当然ですけども、昔から自分にちゃんとつながっているんだっていう実感することができますね。はいはい、お正月では締め縄を作り、子どもの日では毎年部屋一面にたくさんのお雛様を飾ったりと、はい、季節ごとの催し物もされていて、とても楽しい施設となっております。そうですね。今お伺いしただけでもそれぞれの季節楽しめそうですね。はい、でこの施設、確か2階に川本公民研究室という名前のお部屋があると伺ったんですが、ではぜひ改めて川本公民さん、皆さんにご紹介いただけますか？はい、川本公民は三田で生まれました。はい、彼は江戸で蘭学や医学などを学び、西洋の科学についての勉学や翻訳、実験に励みました。そしてマッチ、ビール、写真機、いわゆるカメラなどの制作実験に日本で初めて成功したと言われています。2階はそんな研究者が生まれるようにと、川本公民研究室を設けております。本当三田には素晴らしい研究者がいたということで、誇らしいことですね。そうですね。これらを生み出したと言われる人がここ三田出身の川本公民であることに私も驚いています。彼のように何かに興味を示し、それをひたすら実験や研究を重ね、一つのものを完成させる、はい、まさに日本の科学の祖とも言えるでしょう。で、こちらの科学という言葉も初めて使ったのも、この川本公民と言われております。いわゆるこう化け学と書く科学ですね。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは最後にイベントの情報、もしございましたらご紹介いただけますか？はい、本日ご紹介しましたふるさと学習館の催し物ですが、三田市立図書館で展示、はい、日本の古典源氏物語に寄せてを
12月21日から行っており、はい、今月の25日月曜日までです。はい、これなかなかあの興味深い内容で、はい、あの人気が高いですね。そうですね、日本の古典源氏物語に寄せて、はい、これが図書館で行われていることで、はい、今月の25日月曜日までということですね。はい、はい、まず一つご紹介いただきました。続いては何でしょうか。はい、三輪明神、三輪明神釜史跡園では、はい、2月21日日曜日に端午の節句鯉のぼりの置物作りで、鯉のぼりを青磁で作るイベントがあります。あの三輪明神釜跡というのはよくあのご紹介もいただいてますが、季節ごとの楽しいことをされていらっしゃいますね。そうですね。今度はじゃあ2月21日には端午の節句鯉のぼりの置物作り、鯉のぼり青磁で作るってなかなか大変なようですけども、うん、そうですね、まあ、自由にあの作ったりすることができるところが、はい、こちらの三輪明神釜史跡園 の、はい、あの素晴らしいところだと思います。そうなんです。これはどのぐらいの参加ができるんでしょうか。はい、こちらは先着25名様となっておりまして、そうですか、ご希望の方は1月15日号のホームページをご覧ください。はい、詳しい詳細につきましては、広報または各施設へお問い合わせください。はい、ご連絡先申し上げます。はい、お願いいたします。ふるさと学習館 079-563-5587、はい、繰り返し申し上げます。はい、079-563-5587、 三輪明神釜史跡園 079-563-8211、はい、もう一度繰り返します。はい、079-563-8211までお問い合わせください。はい、今ご紹介いただいたあのまずは日本の古典源氏物語、このお話は私立図書館の方にお問い合わせでいいわけです。はい、はい、そして、三輪明神釜史跡園での端午の節句鯉のぼりの置物、こちらは、三輪明神釜史跡園の方にお問い合わせということですね。はい、はい、分かりました。じゃあ私からもう一度電話番号紹介をしておきましょう。ふるさと学習館、連絡先 079-563-5587、 563-5587、そして三輪明神釜史跡園、電話 079-563-8211、 079-563-8211 です。はい、今年度も三田市役所障害学習支援課と三田の歴史をどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。今日は文化財担当の田中さんにお越しいただきまして、ふるさと学習館についてお話を伺ってまいりました。この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は2月4日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。